皆さん夏のコーデはレパートリーが少なくて困りますよね。そんな時におすすめのカラーパンツを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこのディッキーズのワークパンツの赤色になります。実はダブル2になってて、まあ一応ワークパンツになります。ディッキーズのワークパンツ意外とカラーリングあって、僕はこのディッキーズの赤色のパンツをね最近気に入って履いています。単純な色の拾い方好きで、こういう赤いプリントの下にパンとかを履いてコーデ組むことが多いです。結構プリントの色拾いがち。今から僕がこのディッキーズの赤パンを履いている動画を流していきたいと思います。どうぞ。結構やっぱり派手ですけど、まあたまにはこういうコーデしたい時もあるよね。特に雨の日とか、こういう奇抜なコーデして気分を上げたい時もあるんで、僕はこういうパンツをねやっぱ何着か持ってます。 T シャツのプリントとか拾ったりするコーデもやっぱり夏はパターンが少ないんで重要になってくると思うんで、一本こういうちょっと派手なパンツ持っててもコーデは楽しいかもしれません。皆さんも夏のコーデにカラーパンツ入れてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。